から電力が足りない足りない言いますが、今夜の調査はピッカピカ、パー、本当に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 ご苦労さん、はい、テスト終了テストテスト TPP ISD ラチェット規定、危ないね、危ないな、ラチェット規定で今来た道は戻れねえ、戻れない、でもスナップ規定があったよ、確かアメリカさんは戻れます、あ、韓国さんは戻れません、怖いです、日本に当てはめないでください、あ、でも日本にはモンジ君という強い味方います、そうです、今からあのね、モンジュ戦隊モンジ君の紹介をば、モンジュ戦隊モンジ君ですね、はい、じゃあモンジ君いきます、はい、皆さんはモンジ君をご存知でしょうか、はい、モンジ君確か敦賀にあったと思いますが、はい、違いました、敦賀にあり、日本の高速高速増殖炉モンジュ、そのモンジュの気持ち、モンジュ高速増殖炉は日本に役に立たない、そのことを伝えるために現れたモンジュ君、しかし日本の問題はそれだけではありませんでした、まずはこれから、はい、そしてそんなモンジュ君の意思から数多くのモンジュ君たちが生まれましたまず、はい、モンニュークス、やっぱり日本の問題は原発、ということで日本の問題は原発を抜きには語れない、ということで原発に反対するホワイトモンジュ君、あ、ホワイトです、次いきます、はい、続きまして、はい、どうぞ、はい、黒です、黒です、はい、TPP、アメリカによる、だけどアメリカによる外資系企業の全面的経済侵略、これに反対しなければいけないということで立ち上がった、経済侵略に対す、の反対する、ブラックモンジュ君、ですね、あの今多分お前さんとかよく見ますが、あの方普通は日本人なんですが、TPP が入るとですね、全部外国人になる可能性があります、はい、国籍情報が非関税商品になる可能性がございます、 あとですね、すジャパニーズノーノーイングリッシュオンリー OK? イングリッシュオンリー OK? 私日本語分かりません、日本語ダメね、はい、公用語が英語になる可能性もありますね、はい、じゃあその親戚 TPP の親戚いきます、はい、 TPP の親戚、はい、TPP がアメリカ主導だったら、中国主導が RCEP、RCEP 覚えて帰って RCEP、大丈夫、全部カタカナにしちゃったからRCEP 中国による経済協定に反対するレッドモンジュ君、レッド初めて見た、まあ、とりあえずこれは軽くね、はい、次続きまして、はい、ハラスモンジュ君、国民創生番号による、人民統制はファシズムの入り口である、国民創生番号制マイナンバーに反対するカラスモンジュ君、ですね、カラスモンジュ君生まれるのにですね、だいたい約1兆円かかります、はい、1兆円の準備予算がかかります、システムだけです、システムだけです、その他いろいろでまたさらにお金がかかります、TPP が入るともさらにすごいです、はい、国民情報が全部ガーシーに入れられる可能性が出てきます、なぜかというとシステムの維持管理をしなくちゃいけないんですけど、それが外資さんがやる可能性がありますというわけですので、このマイナンバーにも注意してください、で1個情報が抜け出ちゃうと犯人捕まってもその情報が一人歩きします、はい、非常に危ないです、ま、次、はい、原発社会は差別社会である、福島原発の最前線の収束現場で働く作業員の待遇を向上させようということで立ち上がった 1F 文塾、着ている防護服は1枚500円、フルアマイなのとはわけが違うぜ、500円で質問があるんですけど、はい、この500円であの放射能は、防護できるんでしょうか、防げると思いますか、いや多分できないと思いますが、アンケート取ってみましょうか、はい、じゃあ今ご覧の皆さん、1枚500円の防護服で放射能を防げると思うから手を挙げてください、知りませんよねではそんなんじゃ防げないと思うから手を挙げてください、はい、全員一致ですねでもこれは現実なんだよね、はい、これが現実です、みんなが枝野さんみたいな格好できるわけじゃありません、はい、でというわけで最後はリーダーが出て、はい、そしてやはりリーダーのノーモンジュ君、高速増速炉モンジュ、1日あたり5500万円を食い潰している日本一の極潰し、これを
伝えるために現れた。はい、あのちなみにモンジ君と言いますのがあの多分親戚におりますが、はい、あくまでもモンジ君の親戚みたいな感じですか。はい、そうです。公式的にはもうあのモンジ君というのはあのモンジの非公式キャラクターだよね。はい、モンジの非公式キャラクターがモンジ君ですね。このノーモンジ君はモンジ君の非公式キャラクターです。非公式の非公式がまあもうわけわかりません。どうもすいませんでした。以上です。ちなみにあのモンジ君、モンジ先輩モンジ君の必殺技はモンジボンバーです。あのジャッカーで行きたいし、はい、読んでね。ちなみにあのモンジュ戦隊モンジュ君の今主題歌を募集してます。あ、大塚さんどうですか。あのね、いろんなこと街頭とかネットとかですね、そういったところで見かけると思いますんで、モンジュ君見かけたらあのいろんなその書かれてることをちょっと問題意識持っていろいろ調べてみてください。すっごいやばいこといろいろ書いてあの分かりますんで、よろしくお願いします。でやばいことといえばここにある、はい、TPP だと思いますが、はい、TPP やばいですね。その刀は何ですか。今日はいろんなものを切り捨てコメント方向で聞いてください。何かためちょっとあのご了承ってことで。切れない。あ、じゃあ切れない。はい、人を打つ人の生活を壊す。おお。二つプラチナ経済侵略。おお。三つ。三つ見にくい ISD。退治てくれよ。ノー TPP。はいはい。いいのかな。じゃあその時やりたい放題です。じゃあ行きましょう。じゃあ1番からいきます。タダッタッ、じゃあ BGM お願いします。タダッタッタダッタタ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 タ関税問題の名を借りて日本の資産を狙う条約。虫歯治療は50万、盲腸手術は200万、著作権侵害1000万、警察介入1000万、悪魔の条約。ピー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 、外資の手先けだんでけだんで。はい、タタ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 タ悪魔の仕様くピー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 、開始の手先竹中ピーピーピー。ちょっとちょっと待って、タッタラッタッタラッタ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 ッ。初めて知った足の TPP、 その内容に驚愕した私。アメリカ唯一の TPP、 日本の法律歯が立たない、日本の裁判所関係ない、外資の商売絶対せふざけているよ。 TPP 日本を守れ潰せ。失礼いたしました。果たしてね、あの最後がこんなんでいいんだろうかっていうのは思うんですけど、あの、てっきりね、締めに浦部さんがベッドの渡ってくるものだと思ってたんですけど。ちょっとまずいですかね。じゃあなんか適当に歌います。どうぞ。何やりましょうかね。じゃあ TPP ズンドコでもいきましょうか。ドドドド。じゃあそう、ズンズラッカー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 、ドクソチョーコー ISD、 パンパン、国と投資家喧嘩して、投資家有利の裁判で国は多額の賠償金。あ、そうだ、ズン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 ドクソチョーコー ISD、 パンパン、自民は反対してる
けど、マスコミなぜか伝えない、完全のこのしか伝えない、あそれズン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 ズどうも。たくさん好きだ、来週もよろしくお願いします。来週じゃない次回もよろしくお願いします、やったね、もう強い、もう大スターだから今ね、もういや渋谷はこれでしょうね、次回3月7日よろしくお願いします3月7日3月21日ね、いろんな人が来る予定で、なんでパンクのやつも来るし、切腹ミストルズも来る話があるし実は兄弟来る、兄弟来る、結構ね結構来ますよ。あ、3月だ、ちょっと3月するとね、あったかくなるからね、あれですね寒いとねでも今日盛り上がりましたね、なんかこのそう少ない割にもよかったよかった、もう藤波さんが出てくれたし、なんか懐かしい、ハードボイルド的な、なんかっていうか、なんだろう、そのなんだ、読んでるのが、ポエトリーがなんか同時代的な感じがしましたね。どうも、じゃあ第27回、アフターサンチ霞が関の中心のアイスです。これで終わります。次回3月7日、あったかくなったらもっとあれですけどね。じゃあこの後はここでね、あったかいものを飲みながらしゃべり場でもしましょう。お湯沸かしてね。まあそんなわけでどうもありがとうございました。